こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。秩父鉄道 SL パレオエクスプレスとして運行している C58 型蒸気機関車363号機、深夜に交番ケースのため高崎車両センターへ向かいました。秩父鉄道出来経営によるより入線には間に合いませんでしたが、 DD51-895号機の入線、 C58 との連結、加湿に石炭をくべる様子、そして高崎へと八高線へ消えていく車両の様子を撮影しました。長めの動画となりますが、星空の代わりに輝く機関車の姿をご一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。
それではまた次の動画でもお会いできれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。